助けを求めて通報する人々の切実な声、荒くれ者の狂犬デカと、俺の声が聞こえるなら振り返ってみろ、冷静なボイスプロバイダー、制限時間内で人々を救え、決死のタイムリミットサスペンス、俺が必ず救い出す、新土曜ドラマボイス110緊急指令室、7月13日スタート。